大分びは、クワカイチジク属の常緑ツル製木本。東アジア南部に分布し、日本では関東南部異性、特に海岸近くの団地に自生し、栽培もされる。茎から出る気根で固着しながら木や岩に生い登る。大分びの名は、たびかずらに似て大型であることによる。台湾に生育する変種の愛玉子は、果実を食用に用いる。養病は、 観葉植物として利用され、フィカスプミラの名でも流通しており、園芸品種もある。付着根でよじ登るツル性植物で、私有意種。葉は誤生し、前縁で卵型、葉先は尖らず、一般に西洋で、長さ5から9センチメートルでイタビカズラよりも大きくなるが、洋々では、長さ2センチメートル、幅1センチメートル前後と小さく、 イタビカズラやヒメイタビ特別しにくい。家庭用の鉢植え栽培では、西洋は生じないが、団地の古外では、西洋が生じる。イチジク属のダシと同様、花は、壺状のインガシラカジョの中に咲き、イチジクコバチ類によって、10個され、またその規制によりオバナジョが、果実様に膨れる。メバナジョが受粉すると内部に、多数の果実が形成され、 計5センチメートルほどになり、熟すと果樹の壁が破れて、外に出、これは、食用可能。寒さには、強い方で、自生地では兵などにハわせて、団地の子外壁面緑化に利用されている。養病は、観葉植物としても人気があり、学名から、フィカスプミラと呼ばれる。不入り場などの園芸品種がある。本州中部では、露地栽培可能で壁面緑化に用いられるが、 気根が機材を痛めることもある。観葉植物で栽培される曜日用は、明るい日陰を好む性質があり、強い光に当たると、葉が痛むことから、半日陰で管理される。春から秋は水やりを、たくさん行い、冬場は、水切れしない程度に水やりを控える。施肥は、春から秋に液を2ヶ月置き程度に与える。ありがとうございます。